毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。頂上決戦いきます。さあ、センチャレですね。今ね、時間が12時45分なんですよね、夜のね。だからあと15分しかないんですよ。レンさん先生取りました。なので結構時間的にやばい可能性はある。ジョー取りましょう。これはパオかな。防御防御。微妙やな微妙ですね。ベニマル取っとこう。うお、これはちゃんか。ロック出たら投了します。ちゃん後半来ましたね。ロック以外やったらやるけど。さあ、ホタル、ホタル出るっけ。あ、出るか。うわ、どうしよう、投了しようかな。時間がないんでね、ホタル相手にちゃん後半で勝てるんかな。ベニマルで、もう一体空手ですね。どうしようかな。フォクシーか。チャンコホン、ホタルは出してない。これは、マッチャーぐらい倒すか。倒してないな。マッチャー使われてもチャンに飛んでくるから、全然いいっすね。あれ？そっち来るんや。うせやん。そうなの？うわー、チャンに来てよ。マジか。フォクシー、こう行こう。空手ここ使わないっす。まだ使わない。うん。チャンがスキル出てたからね。このまま来ましたね。ギガンテックベニマル。で、次、ホタル多分出されるんで、前は、まあ、空手でいいかな。空手でいいっすね。あれっていうか、全滅取ったんじゃないかな、これ。ちょっと待って、全滅取れた可能性あるっすね。空手使います。ウルガール復活なかったらいける。どう？よし、全滅やな。全滅取れましたね。チャン後半が必殺打てたんで。これは確定や。おお、そんなこと考えてなかったけどね。なんか、うまいことホタルとか出されてなかったんで、いけました。よし、これはね、いい感じかな。残り15分しかないんで、まあ、それもちょっと考えてたんですけど、うまく全滅取れましたね。じゃあもう一回いきます。センチャレね。で、1戦目早かったんで、あと2戦やろうかな。残りちょうど2回なんで。エーコイレさん、先生取りました。バネッサ。さあ、レオナ。バネッサ、レオナね。いいね。僕のタイプの2人ですね。めちゃめちゃ美人ですよね。ブライアン取っとこう。で、先生取ってるアーデルハイド、UR モードね。ネームレスと、ハオマル。こっちなんやろ。ゼロね。悪くない。バネッサがいるからね。そんな悪くない。でも、ハオマルが嫌やな。どっちかというとね。ゼロ置いときます。バネッサと強いんで、レオナぐらいにしとこうかな。でもバネッサがスキル出ないと意味ない。あー、もう言ったら出ないんよ。ほんまに。バネッサがね、スキル一発でも出ると、スキル率、アップやったかな。多分持ってるんすよ。だから最初に出るのがマジ肝心で。あれ、ちょっと待って、センプレスの先に打ったで。ということや。もう出ないわ、スキル。いよいよ、八乙女か。使うのまずいな。バネッサスキル出てよ、マジで。この最初の1ターン目、2ターン目に出ないと、その後がかなり変わってくるんでね。ネームレス、スキル出ないんかい。これはもうこういくしかない。バネッサ、ここでスキル出た。ってことは、これは、イオリを叩きます。こういって。あ、復活や。復活か。矢を止め溜まってるんですよね。クリティカルはない。レオナ無駄死にしたな。どう？センプレスさん出てるね。でもバネッサに来た。で、ここは、マッチュは飛ばすか、ハオマルに。こう行きましょうか。ゼロ置いといて、マッチュは飛ばします。で、ここはね、やられるかな、パオは。マジか、今クリティカル出てた。ゼロ。生きて！生きてる！危ねえ！で、ハオマルもネームレスもゲージ溜まってるんですが、ね、使ってくるかどうかわからないですね。使ってきた。そっちか。なんでやろ。マネッサに打たなかったっすね。テンハは、あ、なるほど。調整しようとしてるのか。スキルでも強いよ。調整できなかったっすね。ってことは、
これもアーデルハイドでいいでしょう。マッチは次ゲージ溜まる。そうやな、アーデルハイドですね。ゼロ使えるし。うん、これでいくか。マッチは次ゲージ溜まるけど、バネッサもゲージ溜まるんで、1はここでいいかな。さっきゼロから使う。で、アーデルハイド。そっちか。まあでもこのネームレスは倒せそうやな。こういきます。こういってから、ゼロクリティカル強い。これいい感じ。さあ、キムチズル、ベニマル。ベニマルちゃうわ。アンディね。まあ、ここのマチャはしゃあないかな。せっかくゲージ溜まったけど。まあ、バネッサよりは、うんって感じですね。バネッサ守る方がいいんで。絶対に。ゼロ、ここ打ちたいが、旋風出る。まあ、しゃあない。テリーかな、じゃあ。こういきましょうか。で、バネッサ使、さっきテリー使います。ほんならバネッサ、アンディに飛ばせるんで。で、バネッサスキルは出ない。ゼロもう一回ゲージ貯めたいな。うん、アーデルハイド強い。このまま来た。ハーマル旋風出ない。こっちもこのままかな。あ、なるほど。諦めましたね。まあでもこっちがかなり有利やったかと思います。じゃあ、もう一回行きます。バネッサ強いんでね、やっぱり。選択チャレンジ3戦目ね。最初やりだした時15分しかなかったけど、まだ多分6分ぐらいしか経ってないのでいけましたね。なんとか鬼女さん先生取った。これはジョン・フーン取っとこう。これはリョウにしとこう。ラルフやばい、かなり軽くない。うわー、これ SR モードやったらめちゃくちゃラモンの方が良かったわ。 SR モードやったらラモン取ったんやけどな。チャン・バネッサ・シンゴやばいな。バネッサさっき強いって言ったとこなんですけどね。やば、選ばれたキャラ弱すぎる。これはひどい。選ばれたキャラが弱すぎる、これ。これなんや、サイコソルダーチーム。パオだけは唯一ね、いいんですけど。これは厳しいな。ジョン置いとこうかな。スキル強いんで。ジョン置いときましょうか。こんな感じでいこう。スキルが強いから、ジョンは。いや、しかしね、これやばいぞ、マジで。非力すぎるわ。ほんまに非力なメンバー集まった。惑星使って。よし、めまいはない。バネッサ強すぎるって、それ。それは強すぎるって、マジで。うわ、やばいな。ほんまに強い。さあ、ジョンフンスキルいいよ。アテナゲージ溜まってるんでね。よし、マキシマ。その HP じゃ、硬くなれないから、次、イオリ出します。イオリ出そう。よしよし。で、パオじゃダメですね。イオリやな。いきます。そこのマキシマはもう叩きに行く。ガードいらんねんて、もう。ほんまにガードやめてくれ、今のは。マジか。これダイモン使うとフォクシー倒すからね、使えないな。マジでガードいらない。うわ、参ったな。ガードなかったら、ダイモンも使って攻めに行く展開やったんですけど、やばいな、ちょっと。だいぶ、作戦が崩れてる。ダイモンめまい。さあ、バネッサー、クリティカル。これパオでいいかな。ジョンフーに入るっすね。もしか、リョウか。リョウの方がいいかも。リョウにします。フォクシー倒せるんでね。倒しときます。で、ジョンフーは使わない。ジョンフーン全然スキル出えへんわ。スキルのために出したんですけどね。全然スキルが出ない。ラモンか、嫌なキャラやな。クリティカルない。ラモンね、これもしラモンスキル出て、うわ、クリティカルいらんねんな、それ。おろしてる。ラモンもしスキル出て、イオリに飛んできたらやられるんちゃうの。ほんまに。お、スキル出ない、危ない。よかった。これは厳しいな、でも。こういっとくか。イオリゲージ。貯めたいんで。で、ここのチャンは調整やな。いやー、きつい。展開が苦しい。よし、シェルミ前や。イオリ打てる。チャンいらんで。やぶねえ。ほんまいらんわ、チャンは。怖いわ、めまいが。ボディボディ。あぶねえ。強すぎるって。ほんまに今のやめてくれ。強すぎるよ。八乙女。ジョン使うか、これ。ラモン飛んできたら やられるんでね。使っとこう。で、ここはもう、バネッサ叩くかな。
バネッサか。いや、むずいな。チャン倒すのもありやな。チャン倒そう。もうこれ復活されたら負けるわ。マジで。復活されたら負けます。危ねえ、なかった。シンゴ。もうこれキャラいないよね。もうここはこらえどころ。で、パオのバフはジョンに入ったっすね。復活のバフ。これラモン怖いで、こうなったら。やめろ、怖えー、やばい、こっち1ミリしかない、全員。負けるこれ。HP なさすぎる。これ量使えないわ。ラモンゲージ溜めてしまう。あかん、負けるね。こんな HP の残り方する？やばいぞこれ。やばいとか全滅取られたんちゃうのこれ。うわー、復活したー。けどラルフじゃ無理や。無理、無理ゲーすぎる。あー、こりゃきついわ。やっぱね、イオリの使いどころもミスったかな。あとはちょっとキャラ厳しかったかな。最初のサイコソルダーチームがね、どうしてもね、この SR モードやと役に立たないんでね、ラモンが強いわ、やっぱ。ラモン取っとけばまた展開変わったかもね。ボディボディ。クリティカル参りました。強すぎるラモンが。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。